名所史跡巡り滋賀編。とりあえず必ず行かなければならない延暦寺。そして滋賀はお城大国です。それらを回るのに一生懸命で、甲賀や伊吹山には行けませんでした。それらはまた別の機会に。比叡山延暦寺には3つの地域があります。蓮行大師最澄が延暦寺を最初に開いた場所であり、総本堂根本中堂のある東堂エリア、第二世天台座主寂光大師延長が開いた場所であり、最澄上人の御廟所である浄土院のある斎藤エリア、第三世天台座主自覚大師延人が開いた場所であり、源氏物語等の古典で有名な横川エリア、そして延暦寺に行くには東西南北4つのルートがあります。京都坂本方面からケーブルカー、南側から比叡山ドライブウェイ、北側から奥比叡ドライブウェイ。比叡山ドライブウェイと奥比叡ドライブウェイは運営会社が異なるため、東堂と斎藤の間にあるゲートをまたぐとお金が高くなります。東堂と斎藤は徒歩で移動できるので、特に必要がなければ歩きましょう。延暦寺は788年最澄によって天台宗宗本山として開かれました。最澄は法華経を最高のものと考えていましたが、天台教学、戒律、密教、禅の思想も中国で学び、学問による修行を重視していました。そのため最澄の死後も多くの僧が延暦寺で学び、数多くの名僧を輩出し、さまざまな宗派が作られ、比叡山は日本仏教の母山と呼ばれています。では一番の見どころ根本中堂からなのですが、2025年まで10年に及ぶ大改修中でした。ところがこれは逆にラッキー、どうせ中は撮影禁止なのですが、改修中だけ特別に普段見れないアングルから改修中の屋根や回廊が撮影 OK になっていたのです。これは二度と見れない貴重な映像かもしれません。撮影はできませんが、本尊は最澄が作ったといわれる秘仏薬師如来立像で、本尊寿司前の釣り道路に泊まるのが最澄の時代から続く不滅の法灯です。ただ建物はことあるごとに何度も焼け落ちており、現在の建物は寛永19年に徳川家光によって再建されたものとなっています。延暦寺が成立した背景は既得権益である奈良の旧仏教に対抗するためでしたが、次第に延暦寺自体が既得権益となっていきました。この両者は対立し、南都北嶺と言われて、主に南都は興福寺、北嶺は延暦寺のことを指していました。僧兵を組織し、それぞれが春日大社と日吉大社のお神木や神輿を担いで朝廷に豪訴しました。白川法皇は自らの意のままにならない天下三不如意として鴨川の水に山奉仕、鯛の目をあげましたが、この山奉仕が延暦寺のことを指しています。文殊楼は他の寺院における山門にあたる建物です。本来ここから参拝が始まります。会場に文殊菩薩を安置しているため文殊楼と言います。実はこれが一番すごくて最重要の建物です。国家公認の僧侶になるには階段で儀式を行わなければなりませんでした。唐の僧鑑真が東大寺に初の階段を伝え、太宰府観世音寺および下野国薬師寺にも開かれ、日本にはこの3つしかなかったのです。これらは正常仏教の階段であったため、最澄は全ての人を救う大乗仏教の階段の必要性を朝廷に訴えます。そのために階段設立の目的や僧の教育方針を明らかにした嘆願書が有名な三下学章式です。
最澄の死後7日目にして許可され、延暦寺は独自に僧を育成可能になり、多くの名僧を生み出しました。ここは最澄の遺体を安置している延暦寺一の聖域となります。そして延暦寺で千日開放行と並んで最も辛いと言われている12年牢山行が行われている場所です。目を凝らして中を見渡してください。落ち葉一つ落ちていないのは、修行者が12年間外界との接触を断ち、誰にも会わず浄土院にこもって一人で修行と掃除をし続けているからです。テレビ、新聞、インターネット等一切なく、起きている間中ずっと修行と掃除です。別名掃除地獄とも呼ばれています。病気になっても病院に行ってはならず、家族が死んでも浄土院から出てはいけません。戦後から2021年現在、7人しか達成した僧がおらず、最後の人は20年ぶりの達成者となっています。二棟の全く同型の堂が左右に並んでいる法華堂と上行堂です。それぞれ普賢菩薩と阿弥陀如来を祀っています。間の渡り廊下をくぐって階段を降りると、延暦寺で最も古い建造物釈迦堂があります。僧兵を組織し、宗教的な権威だけでなく武力も兼ね備えた延暦寺は、祇園社、北野社を支配下に収め、鴨川の西岸の広大な地域を境内として所有し、朝廷から不入権を承認されていました。平安時代、鎌倉時代と朝廷、幕府の支配を受け付けず、独立国家の様相を呈していました。しかし室町時代になると、幕府に武力で弾圧されるようになります。なんと天台座主を務めながら還俗し、室町幕府6代将軍となっていた足利義教は延暦寺を制圧し、その過程で根本中堂を含め多くの建築物が焼失しました。その後も戦国時代前期には官僚細川政元が敵対する前将軍足利義教に味方した延暦寺を攻め、山上の主要伽藍が焼け落ちました。そして一番有名な織田信長による延暦寺焼き討ち。延暦寺は織田信長に敵対する浅井朝倉に味方し、山内に両軍の兵を入れ織田の領地を脅かしました。延暦寺は京都の内裏を見下ろす目と鼻の先にあり、延暦寺が敵対行動を取るならば京都を守るためにも必ず滅ぼしておかなければならなかったのです。ここ釈迦堂は豊臣政権になってから豊臣秀吉によって本庄寺弥勒堂が移築されたものであり、延暦寺最古の建築物となっています。最後は少し離れた湯川です。しかしその前にドライブウェイで琵琶湖を眺めながら食べれる琵琶湖の特産品料理です。これだけで近江の国を満喫できます。延暦寺中興の祖として有名な良源と大蛇の伝説が残る池だそうです。気になる人は止めて看板を読んでください。良源は最澄の直系の弟子ではなく、身分も高くありませんでしたが、湯川に十本を構えて活動し、頭角を現して第18代天台座主に就任します。死後は自衛大師ですが、一般的な通称は元山大師であり、全国で民間信仰されている厄除け大師とはこの良源のことです。湯川の中心となるお堂です。第3代天台座主延民が創建し、豊臣秀頼と淀君が再建しましたが、残念ながら1942年落雷で焼失しました。延民は唐に赴いて密教を伝えた日東八家の一人であり、日本人初の旅行記日東愚峰巡礼行記の著者です。長く忘れ去られていましたが、戦後中日アメリカ大使で東洋史学者だったエドウィン・オー・ライシャワーが翻訳して世界中で広く知られています。
エシンソーズと呼ばれている原神の住居です。原神は先に紹介した延暦寺中興の祖、良源の弟子で、藤原道長が帰依したりと優秀な僧侶でしたが、権力、名声を好まずここに遠征。誰もが極楽往生する方法を探すため、多くの仏教の経典や論書などから極楽往生に関する重要な文章を集めて、その方法を示しました。それが往生要集です。浄土経を開いた法然は往生要集を読んで浄土思想を知り、浄土真宗を開いた親鸞は様々な著書で原神を称賛しています。故に浄土経の祖とされ、当時から有名で、紫式部の源氏物語に登場する湯川の僧侶は原神がモデルと言われています。日蓮宗の宗祖である日蓮聖人修行の地です。そのため日蓮宗が管理しています。他にも永西禅寺修行の地や、法然聖人得度の地や、親鸞聖人修行の地や、道元禅寺得度の地があります。先ほど紹介した延暦寺中興の祖、良源の住坊跡です。右側は古布塔に描かれる角大師で、良源が夜叉の姿に化けて疫病神を追い払った時の像だそうです。良源はおみくじの創始者と言われ、石碑が立っています。村上天皇が帰依しており、その勅命によって式に法華経が論議されたことから、この建物は式講堂とも言われています。なお死後は自衛大師ですが、命日が正月の3日であることから岩山大師の通称で親しまれています。良源の御廟です。厄除け大師として全国で信仰されているので、ここは御利益がありそうです。今回はここまでとなります。ご清聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。